こんにちは、クリッカーツッキーです。踏み間違い事故は高齢者だけの問題ではなかった。高齢者によるブレーキとアクセルの踏み間違い事故が日々続々と報道される。踏み間違えるのは高齢者だけなのか、いや、そうではない。警察庁のデータによれば、年齢層別の踏み間違い事故の発生件数、2015年はこうだ。踏み間違いによる事故の発生件数、2015年、16から24歳1080件、25歳から29歳513件、30から39歳705件、40から49歳597件、50から59歳556件、60から64歳346件、65から74歳1001件、75歳以上1032件、合計5830件。高齢者65歳以上は確かに多いが、他の年齢層もそれなりに踏み間違い事故を起こしている。16から24歳が一番多いのは、免許を取ったばかりで運転操作に慣れていないせいだろう。しかし、日々続々と報道される踏み間違い事故のほとんどは高齢者だ。どうなっているのか、その謎を以下の衝撃のデータが解いてくれる。同じく2015年の踏み間違いによる死亡事故の件数だ。踏み間違いによる死亡事故の発生件数、2015年、16から24歳0件、25から29歳1件、30から39歳1件、40から49歳2件、50から59歳2件、60から64歳2件、65から74歳16件、75歳以上34件、合計58件。死亡事故につながる割合は高年齢層が突出している。踏み間違いによる死亡事故58件のうち、なんと50件を高齢者が起こしているのである。発生件数では一番多い16から24歳は死亡事故はゼロ。なぜこんな極端な偏りが生じるのか。高齢者の踏み間違いが死亡事故につながりやすいのは、踏み間違いに気づくのが遅れるからと考えられている。気づかずブレーキと間違えて、いつまでもアクセルを踏み続ける、それもベタ踏みし続ける、ゆえに死亡事故になりやすいのだ。また、死亡事故に至らなくても病院の玄関やコンビニなどに突っ込んで大破させることになりやすい。派手な写真や映像が得られる。結果、高齢者の踏み間違い事故ばかりが日々続々と報道されるわけだ。ブレーキとアクセル、逆の働きをするペダルを足元の暗いところに並べておき、目で見ることなく、どんな時も絶対間違えずに操作しなさい。そもそもそこに無理があると私は思う。では、どうすればいいのか。実は、アクセルをベタ踏みすると機械的に、あるいは電気的にアイドリング状態に戻すとか、制動をかけるとか、そういう後付けの装置が発明され販売されている。高齢者が運転する車両にはそうした装置を義務付け、費用を助成するのがいいように私は思う。だが、どうも社会はそっちには興味がなさそうだ。高齢化はますます進み、踏み間違い事故は今後も起こり続けるだろう。というか、いわゆる団塊の世代が今後さらに高齢化するわけで、踏み間違い事故はもっと増えるはず。ブレーキのつもりでアクセルをベタ踏みした車がいつ突っ込んでくるかわからない。そのつもりで身構えて生きることが必要かもしれない。